私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は新型コロナ無症状でも3割に後遺症という報道がありました。また新型コロナ後遺症の抗酸化治療の論文が出ましたのでそれについても説明します。そしてコロナはやはり酸化ストレス病ということですね。 抗酸化配合剤の無償供与を始めまして、現在までに医療従事者922人、214施設、コロナの後遺症の方974人、ワクチン副反応の方785人で、約3000人近くの方に無償供与を行っています。本ビデオの用紙ですが、新型コロナ無症状でも3割後遺症があるという報道が出ました。 そして、コロナ後遺症と慢性疲労症候群が類似しているということと、脳の炎症が重要ではないかと考えています。抗酸化配合剤の内服をしていただいて、症状が改善した論文が出ましたので、これについても説明をします。さて、こちらは4月10日に出た NHK の報道ですが、新型コロナ無症状でも3割に後遺症ということで、 東京のの世田谷区の調査です後遺症が出たと回答したのは3,408人で全体のなんと54%にあたるそして無症状だった方2,355人のうち31.8%にあたる749人に後遺症が出たということなんですね。そして このデータについて専門家は新型コロナで無症状でも倦怠感や嗅覚障害など後遺症が出るケースが多くあり注意が必要だと指摘しています。しかしこの報道を見ると何に注意が必要なのかは書いてないわけですね。コロナに感染するのを注意しろというのは現在のオミクロンの感染性を考えますと全く意味がありません。 また後遺症が出ても何を注意するのかということがありまして注意しても勝手に後遺症が出るわけで,す、ね、では出た時にどうするかということなんですが世田谷区では相談窓口を作っておられるそうですがこれは全国の問題なので私としては国がそういう相談窓口を作るべきではないかというふうに考えています。 さてこのプレスリリースは日本の研究 .com で紹介されたものですが新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する抗酸化サプリメントの有効性を示す論文が学術誌ブレインサプリメントに公開されましたという報道です。これについては後ほど詳しく説明します。まずコロナ感染症ですがこの絵で ROS と書いてある酸化ストレスが大量に出ることによって 免疫の暴走、サイトカインストームを起こして多種多様な症状が出るということが明らかになっていますそして新型コロナの主な後遺症はですね、酸化ストレス病だと私は思っていますなぜかと言いますと慢性疲労症候群の症状に類似していまして疲労、関節痛など多数の症状があるからですでは慢性疲労症候群というのはどういう疾患か見てみましょう こちらは厚生省の診断基準の試案ですが生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状そして6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返すというもので例えば原因不明の筋力低下であったりですね軽い老作後に24時間以上続く全身倦怠感や頭痛など多数の症状があります。そしてこちらは理化学研究所のプレスリリースですが。 慢性疲労症候群はですね脳内の炎症と関連があるということで健常者と比べると脳の中ににおけるる炎症が患者さんででは非常に増えているという報道です。私が開発した抗酸化配合剤 20X は脳梗塞のダメージを軽減するだけではなくて脳の中の酸化ストレス物質と 炎症性物質を低下するということが岡山大学との研究で明らかになっていますさてこちらがブレインサプリメントに掲載された論文で抗酸化配合剤 20DX はコロナ後遺症改善の可能性という論文です先ほど述べましたようにコロナ感染で酸化ストレスを引き起こしサイトカインストームを引き起こすので 抗酸化配合剤を投与するとです、ね、後遺症の症状の緩和が期待できるのではないかという仮説を立てましたそして患者さんに無償で提供した上でアンケート調査を行いましたこのアンケート調査ですが後遺症患者さんに無償供与を希望者に与えましたそして 20DX を1日1回3粒を4週間内服してもらいましたそしてアンケートを回答していただいた126名の データを使っておりますそしてこのデータはティーマエスタブリッシュメントのホームページに開示されていますのでこれはコ知のデータとなりますこの研究参加への個人の承諾はありますしかしモニターアンケートなのでエビデンスレベルは高くはありません現在コロナ後遺症に対して100名以上の方に何かの治療をして 有効であるというデータが出た論文は現在ありませんのでそういう意味では学術的な意味はあると考えますさて個々の症状を見てみましょうまず倦怠感ですがスコア3以上の方が重症と考えますと前は54%でしたが内服後は27%に低下しています 呼吸区に関してはです、ね、無症状の方が4460%に増えていましてスコア3以上のの比較的重症の方ががでししたが後に15に低下しています胸の痛みに関してはです、ね、無症状の方が53%から72%に増えています。 味覚や嗅覚の異常に関してはですね、無症状の方が35%から49%に増えていて、スコア3以上の比較的重症の方が、善は46%で、5は27%に低下しています。頭痛に関しては、無症状の方が36%から45%に増えて、スコア3以上の方は善が37%でしたが、5は20%に低下しています。 頭がモヤモヤすると言われるブレインフォグの症状ですが無症状の方が41%から54%に増えていてスコア3以上の比較的重症な方が前は28%でしたが内服後は20%に低下しています関節数に関してはこのグラフをご覧になってわかるように全体的には改善の傾向があまり見られませんでした めまいに関しては無症状の方が48%から62%に増えて症状がある方はですね全が52%から38%に低下しています。さて全体のデータを見てみましょう。これは全てのスコアを前後で比較したものですが関節痛以外に関してはピーチが0.05以下で有意差があり効果が認められました。さて 服用前の症状スコアが3以上の比較的重症な方のデータを見てみましょう。すべての項目で、服用後にはスコアが約半分に減っていまして、有意差をもって効果があったと言えます。さて、論文データからの考察ですが、コロナ感染の後遺症は明らかに酸化ストレス病だと考えられます。そして酸化ストレスで全身に炎症が起こっているのだと思われます。また、 コロナ感染症時代にもですね、抗酸化治療は有効なのではないかということが考えられます。酸化ストレスを避けるには、炎症、酸化ストレスのイベントを避けること、タバコ・お酒をやめること、肥満のある方は糖質制限をすること、またエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと私は考えています。現在、新型コロナ感染後の後遺症と、 ワクチン副反応の症状に悩む方へ、抗酸化配合剤の無償供与を行っています。2022年6月末まで延長しておりますので、該当される方はこの URL から申し込んでください。メールでは申し込みできませんのでご注意ください。こちらが抗酸化研究室についての情報です。